ですよ。お前にこしこし言われる寿司屋なんねえじゃん。何でしょ、あ、あるし、寿司だし。やばい。まあ、今日の企画は、はい、なんとまああの足場の爆速とかイケメンとか、まあ、平野くんみんなにちょっとガチドッキリで2人で喧嘩したらどうなるのか、止めに入るのか止めに入らんのかっていう企画をやっていきたいと思います。実際のリュウジくんが、はい、あのドッキリとか普段やらないじゃないですか、はい、やらんすね。怒るときっていうのは多分本当に怒るときだと思うんですよ。俺が消えることで多分みんなえみたいになるんですよ。なるやろうねなると思う。でなおさら誰も止めないっていう。じゃあ俺はその絵を期待しとんだけど、はいはい、まあ、本当にね、今回ガチなやつだもんね、普通に。だから今回止まらんかったらさ、はい、どこまで行っちゃうんですか、2人は。まあ僕がまあやめてけよみたいな。そうだね。で、リュウジ君もまあ飲んで俺やめなあかんだ。で、俺は帰るわで、もうやめる、俺やめるわ、うん、で、出てって最後種明かしみたいな感じで、はい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 、やっていけたらなと思うんで。カメラだけはじゃあ事前に隠しといて。もうカメラ事前に隠しといて。わかりました。僕が先に行くんで。はい、じゃあガチドッキリまで。ハドゥッで、横だからね、横だってピューンってくる。オッケーで、ショートカットだけ呼んできて。右側がカンタ君、違うか、一番右が平野さん、その隣にいるのがカンタ君、一番左が爆速ですねこれはカンタ君がちょっと身長が低いんで見切れてますね、これ。あ、右側ってすごいっすよ。あれ、出る出遅いじゃないですか、正面こいつの。だから、カットしそんなに良かったんですか。そう、暑かった。確認から、ちょっと長いから。でも3人で1日。まあ、そう。朝の時間かかることありますね。やっぱり安すぎるでしょ、3人で1日は。さすがに。まあ、しょうがないよ。かかったのが早くなっちゃうんですよ。しょうがないでしょ。聞いたんすか。あ、聞いたんすか。やってみないですよ。成功を。わざわざ。絶対そうだっすね。これ現状のやつ。ん？違う。仮にでもこれ現状のやつなんだな。いや、もうね、別の方がいいんだよ。絶対そうだっすね。そこでいちいち分かるわけね。あ、そうだっす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 ね。こんな時間並んでしょ、すごい。いや、あれがそのどういう遊びをするの。ずっと休憩しちゃったよ。ゲームやつだよ。絶対やってほしい。じゃない、この時ならもんね。あ、そういうことですよね。ひどいじゃないですか。ね。あ、そういうことですよね。絶対遊ぶ。あ、そういうことだ。遊ぶって言っていいじゃないですか。悪いね、終わるじゃん。めっちゃみんなチンってするやん。あれ、ショック伏せとる。多分気まずい空気が流れてるんでしょうね、あれ、あん中。シュンとしてますね、みんな。みんなさん、ドッキリと知らずにシュンとしてますよ中に監視カメラがあるとも知らずにシュンとしてますYeah.
けお前の材料出してお前が行けよと言うんとは乗りんそんなの知らんかそんなの何で文句持ってねえお前が悪いそんな関係ねえちょっと俺はもうそんなに何でも勉強って言われたそんなこと口打ち言われるからお前のやつを口打ちって別に普通に言っとるだけじゃないですかもう普通に言っとるだけ普通のことだよでしょ普通に考えて普通のことじゃないそうなんでしょじゃあえあの結構なんかないよ何日か行くんじゃない多少って言ってもちょっと時間かかるわよちょっと気まずい空気になってますね、きっと平野さんがもう固まってますねみんな今チーンってなってますみんな止めたりするんですかねまだ殴り合いにはならないです飛びたベトナム人が騒いでるんですが中の空気と真逆ですやばい山スイッチやばいやばい空気感おっと動いたおっと動いた動いたおっとカンタ君が一番最初に飛びましたね平野さんはちょっと引けてます迫真の演技です迫真、カンタ君がリュウジ君をしっかり止めてますおっと中の空気感がやばいです平野さん、アタフタしますよいやー、コント君の意外にすぐ動きましたねショウ君、意外と笑ってるただ、ただごとじゃない平野さんはただごとじゃなそうですねあー、カンタ君頭抱えてますめちゃくちゃみんなビビっとったやばいっすやばいっすなんかちょっと心が痛いっすこれをやるのそれ普段はアタッキのあれで多分動いたんだ普段
あ、落ちる落ちる落ちる。行くな。どこどこ行った。マジで。今ちょっと止めときゃよかったと思ったでしょ。わー、おいしいとこ思ったから。もう一回、もう一回。弱い。じゃあ俺やめとくわって言ったら絶対 YouTube なんてバレるもんで、じゃあマジでちょっとなんか本当キルとかさ倒すとかやりましょうよって。案の定やっぱそれで引っかかって手震えとるもん。カンタ君、窓を閉じているのか。やりましたね、ガチで。聞いてないですか。マジで聞いてない。最初そのここにカメラ出てるもんね、石川君。だから神本に言ってたの、もらったのも。僕、ボブルカプセルに行ってるのもらったんですよ。言いましたけど、ね、わざわざ本社知らされたの。でも今度からちゃんと止めろよ。カンタ君、かっこよかった。かっこよかった。カンタ君、マジか。カンタ君、かっこよかった。カンタ君気づいとるんかなと思って、めっちゃこっち見てくるもんで。そったっすもん、カメラ。まあ、僕はちょっと面白いんじゃないですか、本当に。まだ顔息ついてるもんね、2人。やばいっすけど。またね、ちょ、ほんと、今日マジで。迫真の演技だったよ。迫真ですね。迫真でしたよ。迫真まあ今度から、まあこういうのもちょこちょこってやっていこうかなと思いますので。怖いよ、休む時ないよ。今回からガチで汗も止めないぞ。あ、どれ一番いい、どれ一番いい。どうせドッキリでしょ。本当にまあこれからね、こういう、まあ、いろいろドッキリとかそういうこともちょっと増やしていきますんで、ぜひチャンネル登録といいね。おざっす、おざっす。さあ、また見てね。オッケーです。ここ今からオッケーです。もういいって。じゃあ本当は止めるつもりだろ。本気の絶対ないなと思ったよ。最初の気づかなかった。何が最初から。あ、なんか気づいとる手みたいな取れなかった。マジで気づかなかった。最初からちょっとおかしいと思った。おかしいと思った。なんでそれほど一つのことに対してずっと言うんだろうな。しかも俺でやってくれた。俺思うんだけどさ、俺もずっとちっちゃいことに対してずっと言っとるやん。俺やばいな、何も出てこんもんなっていうことは。ずっと見は遅いでしょ。ガチで気づかなかった。絶対やすい。俺もやっぱうまいわ。もう不審になってる。人間不審になっちゃった。怖いよ、怖いでんよ。そこそこやな。土曜だしね。だ座ってずっとしてもいいじゃん、お前。なんか暴転があるかもしれない。話変えんかな、話変えんかなしか持ってなかった。ちょこちょこ、ショーの顔を見とったんですよ、僕。でも、ショーは明らかなくやばいな、みたいな感じで。でも、カントは確かに後ろみたいに、なんか変とか雰囲気そこ倒した。カントはあれかなと思いながら。やられてきた。さすがやっぱ出とる。違う、やられてきた数が違うもんな。確かに。でもパッと俺これ投げた瞬間もう目よ変わったもん。やばいみたいな。俺ずっとさ、そのね、俺倒されるって言ったんだけど、どういうタイミングでいきなりミュージック立ち上がったらバーン倒すんだろう。うまかったよね、テープでバーンって。いや、たまたまあったよね。なんか探しとったんだ、ずっと。なんかねえなって言ったら、あったと思って。これしかねえと思って。まあ、騙せたな、本当に。僕は騙されてますからね。かわいそうですね、ヒロさん。楽しかった。